今回ですね、羽を2つ買いました。なだくんが笑ってる。ということで、これを半分半分の羽にしようと思って、考えておりました。もともと切る予定だったんですけど、結構固めで切ることが難しいなっていうことで、針金が入っているので折って撮影することにしました。こういう風にすることによって片羽がついているように見えます。それを利用して撮影したのがこちらの写真になります。めちゃくちゃ可愛い。もうね、花ちゃんも奈良くんもめちゃくちゃモデルが上手ですね。寄り添うような感じがとっても良くて、すごい良かったですね。ねえ奈良くん、上手上手、かわいいね。奈良くんめっちゃ笑ってる。今撮影ね、直後なんですけど、かわいい。はい、こんな感じでございます。ハロウィンで天使と悪魔をやってみたかったんですけれども、無事かわいらしい写真が撮れました。よかった、花ちゃんもありがとうね。はなちゃんちょっとね、今胸元がチリチリになっちゃってますね。ちょっと胸元チリチリのはなちゃんでございます。こんばんは。チリチリになっちゃったね、ごめんね。今日はありがとうね、頑張ったね。うん、こんな感じで楽しく撮影しております。こちらの羽は、もうなんかね、一回ごっきりで買ったんですけれども、その割にはとてもいい商品でした。一つ550円かな、1100円で買えたので、小型犬にはぴったりの、すごく羽のクオリティも良かったです。本当にあの羽を使ってるような感じで、めちゃくちゃ良かったですね。見栄えもいいので、おすすめの一品となっておりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、ぜひ参考にしてみてください。またねー。俺みたいにやってくれよなって、ね、俺みたいに頑張れよって。